こんにちは皆さん。ジャスティーネ、チベット・ディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデン天ンラクフィルと申します。チベット・ダライラマ法王そしてシチエンに関する一週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。平和な世界のために慈悲の心を自省しようとダライラマ法王は述べました。中国はザワンボでチベット人121人を拘束しました。 ペンバスリン主席大臣は CTS 中央チベット学校管理局の学校を訪問しましたジャネーブのチベット局が中国のインドでの活動に関するパネルディスカッションに参加しましたバリで第20回ヒマラヤンフェスティバルを開催しました第61回民主主義の日を祝うチベット人たち ダララマ法王は世界平和につながる心の不安を得るために慈悲の心を自践することの重要性を改めて強調されました南アジアの仏教道グループからの依頼でジャンドラキュリティ月曜の入中論を入中論・自中と合わせて2日間にわたって議論した際王は不安や憂鬱パニック障害などを克服する 方法を尋ねられましたそれに対して方法は苦しみの原因を明らかにしてその原因を取り除く方法を見つけるようにとアドバイスをされましたこの南アジアの仏教徒グループはダライラマ方法から教えを受け始めてから15年目になりますがオンラインで教えを受けるのは2回目となります 中国当局は現在チベットのセルシュール県にあるザワン部の121人のチベット人を拘束していますこれらのチベット人はダライラマホ王の写真を保管したり亡命チベット人と連絡を取っていたことで告発されています中国当局はそれ以前の2回ダライラマホ王の写真を求めて家の中を徹底的に捜索した際 逮捕された113人のチベット人に加えて、9月3日、金曜日にさらに8人のチベット人をザワン部地域で逮捕しました。まだ関係者によりますと、これまでに釈放されたのは僧侶1名、女性1名、男性2名の計4名のみです。しかし、残りの人々は引き続きセルシュール号に拘束されています。 c t s 中央チベット学校管理局に残る5つの学校の現状を把握しこれらの学校の関係者と交流して彼らの見解や提案を理解することを目的としてベンバースリン出席大臣は志村ハバートプールマスーリーダージリンカリンポンに焦点する CTSA の各学校を1週間にわたって公式訪問をしています。 大臣はデイリーノ学校の遺伝に関してはインド政府の関係者と介護を持ち効果的に進めていく方法を議論する予定です。彼は9月7日火曜日ドランジ・ペンキョウのチベット人恐竜地を訪問した際にメンリー僧院のペンキョウの精神的首脳である第34代キャプチェ・メンリー・トルジンと個人的に謁見しました。その後大臣は ドランジのサンボタチベット学校を訪問し学校のスタッフや生徒たちに挨拶をしました9月3日金曜日中央チベット政権ジャネーブ支局は中国による人権侵害と中国共産党がインドをはじめとする世界各地で拡大を続けている問題についての議論に参加しましたジャネーブ支局の国連チベット事務局担当の カルデン・ツォム氏は中国が60年以上にわたってチベットで人権を侵害し続けていることやチベット人の苦しみを明らかにし北京のプロパガンダや偽情報に対抗して人権の普遍性を守るための協調的かつ集団的な協力をするよう呼びかけました。まだ世界ウイグル会議中国部長のイルシャと、 国防はし、ニューインディア編集長のアティティク氏、カナダ反共産党主義連合副会長のシェン・シュウ氏、南モンゴル人権情報センター所長のエンゲバート・ドコチョク氏らが登壇し、中国の植民地化が拡大していることに懸念を表しました。オンラインによるこのパネルディスカッションは、インドのシングタンクである Law and Society Alliance と 軍事メディアであるディフェンスキャピタルが共同で主催したものでインドにおける中国の足跡とと影響力のマッピングと題した研究報告書の発表に合わせて行われましたパリでは9月3日金曜日から3日間にわたって第20回ヒマラインフェスティバルが開催されましたこの開会式にはベルマル夫人エルザベス・トットとビーカル国会議員 ジュノウェイザ・ー・ガリゴス市会議員チベット支局のダシービンゾ代表とソナン・サンドゥ事務局長が出席しましたダシービンゾ代表は注目されている円卓会議の中で最近チベットのザ座ン部でチベット人が対応されたことを強調しさらにチベット人の精神が生きている限り中国は挑戦してくるだろうと述べました このフェスティバルはメイソン・ドチベットとオフィス・オブ・チベットが主催しています。フランスのチベット人コミュニティはこのフェスティバルに多大な支援を行っています。台湾、ロンドン、キャンベラ、日本、韓国、フランスなどの世界各地からのチベット人が61回目のチベット民主化記念日を行いました。チベット事務局台湾はチベット民主化記念日を記念して 台湾チベット議会グループと共同で17項目の平和条約に関する書籍を中国語で発表しました。この本は数十年に及ぶ中国のチベット人弾圧の真相を中国の読者に伝えるとともにチベットの平和的歌謡をめぐる中国の嘘を暴くことを目的としています。で、この本はチベット事務局 キャンベラはオーストラリア在住のチベット人に一般的民主主義特に亡命中のチベットの民主主義について認識を深めてもらうことを目標に ACT チベットコミュニティと協力して「チベットの民主主義」と題したウェブセミナーを開催しました日本と韓国のチベット人はチベットテレビが制作したチベット民主主義の進化に関する 15分間のビデオを見ながらバチュアル祝賀会を行いました歴史あるパリのフランス共和国広場ではチベット民主主義の日に巨大な自由の女神像の下にダライラマ法王の祭壇が仮設され数百本のチベット国旗がはためく中祝賀会が行われましたロンドン市長エルザベス・バブティシは ウォルサムフォレストのチベット人コミュニティへの支援を表し、ウォルサムフォレスト市長で行われたチベット民主主義記念式典に参加できたことを喜び、光栄に思うと述べました。ロンドンでは4年連続でチベット民主化記念日が実施され、チベット国旗が掲揚されました。9月4日土曜日、ロンドンのオールドタウンホール ストラートフォードにて在英チベット人コミュニティの創立50周年記念式典が行われました在英チベット人コミュニティは1971年に英国在住の数名のチベット人により正式に設立されましたこの日はおよそ300人のチベット人とチベット人コミュニティの友達が集まりましたそれで皆さん 今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い週末をお過ごしください。